何か段差げを。識別コードは未定です。どのように対処しますか？人工生命の名前なんてランスでいいんじゃねえの？私たちと同じ生命なのよ。差別しないで。それなら本人に決めさせようぜ。魔剣の意志を尊重してさ。人工知能にしては悪くないネーミングセンスだ。わざと言ってるでしょう。研究所の地下にこんな設備があるなんて。あれが魔剣ね。彼はもう目覚めたの？もうすぐだよ。魔剣開発は極秘じゃないのか？どうして剣が？彼女は全てを見ておく必要がある。だから所長は剣を呼んだのです。本当に生物なんですか？まだイマージュを宿していないからね。形はあってもその心は空の状態なんだよ。だから今から魔剣にイマージュ、すなわち心を与えるのよ。心を？どうやって？一時的に魔剣の人工脳へ人間のイマージュを移すの。その刺激を受けた魔剣はイマージュ世界を構築し、結果自我を持った精神体として目覚めるわけ。勉強してきたね。未来の研究者ですから。あれ？どうして K の家庭教師がここにいるんですか？